エキサイティングな F1 シーズンが幕を閉じ、注目の若手ドライバー、角田博敦氏23が来年には王者レッドブルとの契約が濃厚とされていると、英国のデイリーメールが報じました。角田は今年のシーズンで、マシンの性能にもかかわらず安定したパフォーマンスを披露、序盤から終盤にかけての改良されたマシンで一層の存在感を見せ、 最終戦のアブダビグランプリ GP では見事にドライバー・オブ・ザ・デーを獲得するなど大きなインパクトを残しました。今後の展望にも期待が高まり親チームであるレッドブルへの昇格や26年からホンダとのコンビを組むアストン・マーティンへの移籍説などが浮上しています。報道によれば レッドブルの2番手ドライバーであるセルジオ、テネスの契約が24年で切れた後の公認について、角田博史氏が有力視されているとのこと。角田はフェルスタッペンのパートナーとしてそれほど強力には見られていなかったが、今年リカルドを圧倒してチャンスをつかむ、という指摘があり、彼の王者昇格が予測されています。一方で、他のチームからも注目の候補が上がっており、 マクラーレンのランド、ノリスやフェラーリのカルロス、サインツも可能性があると報じられています。角田のレッドブル遺跡が果たされるのか、来年の彼の活躍にますます注目が集まります。F1 班は期待に胸を膨らませて、新たなシーズンを迎えることでしょう。